皆さん、こんにちは。いつものお手当て元先の動画を提供する、毎度おなじみ、雄大コープ、代表取りまし社長の三浦里太と申します。今日は g t n ニュー喋ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、久しぶりに、まあこういう系度撮るんですけれどもですね。まあ、最近ミスコン系の動画いくつかあの続いてるんですけれどもですね。あの、まだ、あ、この動画の撮った後もね、いくつかあの続くと思う、何本かちょっとあるんですけれどもですね。はい。 まあ今日はあの、今日こういうスタイル、で写真を撮るんですけれどもですね。まあ今日は何を話そうかと言いますとですね。まあ12月に入ってちょっとまあ寒く、もうあっという間に、今年もあと1ヶ月ということになってしまったので、ちょっとあまりも早いの、早いということで,ですね。けど驚いてるんですけれどもですね。まあそれはさておき。まあ今日は何を話すかと言いますとですね。まあある殺人事件の話をしてみたいと思います。突然なんですけれども。それ何かと言いますとですね、長野県でですね、長野県にがですね、 自分の奥さんを殺害してしまう事件がね、あったの、がです、あの、あってですね、その、容疑者が、その、旦那の長野チ事の人が、まあ、逮捕されたっていうニュースがあったんです。がありました。あ、まあ、それ何かと言いますそれはね、で、まあ、容疑者はですね、まあ、丸山大輔っていう、まあ、あの、犯人になってるんですね。どれがいいかな。あ、これがいいや。まあ、この人なんですけどね、まあ、 まあまあ、まあ殺人事件ということでは、殺人はこんなこと言うのもある。まあ殺人事件は、どっかしら日本でどっかで置いてじゃないですか。なんですけれども、まあそれが理由とですね、まあその逮捕する前の様子が、今すごい物事をかましてるんですよ。で、まあまずはそのな、丸山用事者まあこ、まあこ、まあこいつの中ですね、まあ系列をまあ簡単になんですよ説明したいと思います。で、カバー、丸山談志はですね、 昭和で4、ちょっと待ってください。えっと、彼はですね、昭和49年に生まれてですね、もう今年で48歳なんですね。はい。で、子供が1人いるんですよ、ですね。で、住んでるとこがですね、長野県の塩尻市ってとこなんですよです、あの、ま、中央線で、まあ、ま、ま、駅あると思うんですけど、まあ、そこに住んでるわけなんですよ。で、住んでまして、で、元々はですよ、 確か七八年、もともと酒造会社、あの日本酒を作る会社の社長さんやってたんですよ。で、やっていて、で、七八年ほど前に、だったのかな、ちょっと、あの、確か、あ,あの、県事会議員になったんですよ。うん。まあ、長野県と言いますとですね、まあ、まあ、たあ田中知事でした、あの、田中康夫さんでしたっけまあ、昔あの知事で有名だった方いらっしゃったんでしょうね。まあ、そこの長野県のですね、あの、 ま、権利になったわけなんですよ。で、まあ、権利と言いますけれどもですね、ま、いさくさそこそこま、有名な方だと思うんですけどですね。で、まあ、その事件というのはですね、2021年の9月にですね、その奥さんのですね、えっと、ん,んのぞみさんでいいのかなこれ。ちょっと読み方間違ったごめんなさいなんていうんですね。でですね、 その、その、この方が、家のその、なんか、酒造会社の,の金庫、まあ金庫があるんですけれども、その前でですね、首を絞められて殺されてやったことがあったんですね。はい。で、殺されてしまってですね、で、その当時は、あの、まあ、物取りじゃないかと言われたんですけれどもですね、まあ実際それやってしまったのが、その、旦那の、まあ、丸山財子だったっていうのがですね、があったんですけれども、で、この後がちょっと重要なんですけれども、 で、この前あの、ついこの前あの、逮捕されたんですよ。で、その殺人幼児でですよ。で、その、当時の犯行のですね、なんか様子がなんかね、あまりにもですね、あの、繊細っていうか、その、アリバイ作り込みだなぁと思って思っちゃったわけなんですよね。それは何かと言いますとですよ。その、奥さんがその奥さん、あの、秋美さんが殺された日にですよ。その、この旦那の、丸山幼児生の方がですね、長野市内の、あの、 議員会館にいたらしいんですよ。議員会館が止ま、止まれるとこがあって、そこでの同僚と食事をしてたんで、来て、で、その、あけみさんが殺されたのがそ、その、夜中の0時から、あの、朝の6時過ぎまでの間に殺されたって言ってるんですよ。で、で、その時ですよ、その旦那の丸山容疑者の、普段乗っている車が家の近くで、防犯カメラが映ったらしいんですね。はい。映っ って言って、それが決め手になったんですよ。で、これはその、もともとソードにーたでの長野市の議員会館から用時にまで、ね、だって80キロぐらいありますから、その、その間を高速道路を使わずに、あの、幹線道路とか使わずに、そ下引きで移動したらしいんですね。移動して、あの、殺すためにですよ。で、それどうしてかっていうと、あの、高速道路とかってあの、N システムとかあの、カメラとか多いですから、幹線道路とか。それを避けて、なんかやったらしいんですよね。で、 その乗っている車のナンバープレートをわざと折り曲げてなんかやってそれで、それで行って、それで家に戻って、あの、妻を殺、あの、明さんを殺して、で、また戻ったっていうやつなんですね。はい。で、まあ、ここまでやるのかなちょっと、ちょっと、もうちょっと、まる、あ、なんか名探偵コナンみたいな世界をとちょっと思っちゃった部分あるんですけれどもですね。で、 で、その後ですよ、あの、実はその、まあ、この後がちょっと重要なんですけれども、このあの、テレビであの、逮捕されて、その、その逮捕する前に、その奥さんがその殺されて、なんか、インタビューに答えたのが、インタビューの、家の前で答えてていて、なんかテレビとか取材に答えたらしいんですよ。で、その時ですよ、なんか、犯人が早くバキ渡ればいいんじゃないかと思,思いますとかっていうところで、なんか、フルフル、フル、 途中になんか笑ってるシーンがあったんですよね。まあ僕からすればですよ。あ、まああの、まあテレ映像を見ればわかるんですけど、僕が言うよりも映像を見ればわかると思うんですけれども、ちょっと不気味だなと、まあ僕からすればですけちょっと思っちゃったんですよね。はい。罰でも与えとかですね。で、その時ですよ、殺されたあの、なんか奥さんの、あ、まあ、きみさんの、ところになんか案内するシーンがあるんですよ。案内するシーンがあって、まああの、ここは自由に自由にっていうか、 あれなんか、どこまで話していいのかなわかんない。なんか、途中でなんか笑いながらちょっと言ってるんですよね。なんか。うん。まあ、ちょっと笑みをころ、こう、うん、こぼれていたっていうのを、ちょっと僕からすればちょっとですね。まあ、まあ正直、まあやばいなと思いましたね。はい。うん、で、で、この犯行がですね、及んだ理由なんですけれどもですね。 元々なんかこの丸山容疑者は別の女性としたら付き合っていたらしいんですよね。付き合っていて、それを奥さんとトラブったんじゃないかって言われてたんですけれども、元々の丸山容疑者がやっていたその酒造会社と経営をめぐってトラブルを起こしたってなんか言われてるんですよね。うん。なんか多分おそらくお金の,もお金の問題とか相続の問題も思めたんじゃないこと。まあ田舎ならではのトラブルだと思うんですけれどですね。 まあ、今回の事件なんですけれどですね。うん、まあ、これ、僕らの考えなんですけれどもですね。まあ、なんでこんな事件が起きたのかというとですね。うん、まあな、いろいろ要因はあると思うんですけれども。うん、まあ、この人は、うん。開人になってからちょっと変わっちゃったんじゃないかと。もう、そのなった時点で多分、彼の人生踏み外してんじゃないかと僕はそう思うんですよね。 あの、まあ、喧嘩人と言いますと、やっぱり天狗になってる部分もありますから、ちょっとおごり高ぶってしまったじゃないかと思うんですよね。あの、喧嘩人なる多分、給料も増えますし、社会的信用も上がりますしですね。まあ、それは女性にも思っていますよ、そりゃ。なので、ですけれども、その奥さんとかをですね、低下してたらダメじゃないか、ちょっと僕はそう思うんですよね。 なの、ちょっと、こういた、高ぶっちゃった部分はあるんじゃないかと、本当僕は思います。で、コロコンがこの事件落ちてしまってないかと、僕はちょっと思っておりますね。はい。うん。まあ、あとは、この、あと、この事件のですね、まあ、あの去年のこれ落ちたんですけれども、見つでは自分の中、お子様、お子さんらしいんですね。なんか、小学校1年生ので、男の子がなんか見つたらしいんですけれども、お、もう、親が殺されて、し その親がその殺人に逮捕されて本当にかわいそうだと思いましたね、本当に。本当まあ、まあ当たり前で本当に大バカだなとちょっと本当思いましたね、本当に。そこまでするかよってちょっと思っちゃいましたね。で、途中になんか殺したにもかかわらずなんか笑みを明かべで断ったっていうのは、まあちょっと頭でじゃ取れてんじゃないかとちょっと思っちゃう部分もあるんですけれどもですね、はい。まあそんな感じでございます、はい。 まあ、こういう時点も少しでも減れ、減らせれば本当に幸いでございます。はい。そんな感じです。はい。雄大コープのビューラーユーラー久。ご視聴誠にありがとうございます。まあ、何かしようご皆さん、それでは。